キバパーキングエリアは、長崎県大村市の長崎自動車道場にある、パーキングエリアである、スマートインターチェンジを併設する。長崎市方面へ向かう、際の、最終パーキングエリア。バス停留所とスマートインターチェンジが併設されている。なお、上り線には、バス停留所とスマート IC のみが設置されている。コンビニエンスストアのオープンに伴い、自動販売機は撤去された。 キバスマートインターチェンジはキバパーキングエリアに併設のスマート IC である。2018年3月18日共用開始。利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。上下線ともに出入化となっている。相互利用に関してはキバ PA 利用キバシックは利用化。キバシックからキバ PA の利用は不可能。キババスストップは 長崎県大村市の長崎自動車道にあるバス、停留場である。上り線は単独で設置、下り線は、木場パーキングエリアに併設されている。バス事業者間では、大村木場という名称が使われており、一般的にはこの通称名で呼ばれている。下り線の停留所のみ、木場パーキングエリアの中に設置されている。長崎空港リムジンバス、高速シャトルバスを除き、 各地域は庁舎のみ、長崎域は校舎のみの取り扱い。消防学校前、軍郷の高速シャトルバスは、キバスマートインターチェンジを通過して、あと、キババス停で、乗降の取り扱い。島原号は、全便通過。ネクスコ、西日本管内の SAPA のコンビニ10店舗が4月26日に、セブンイレブンとして、リニューアルオープン。 西日本高速道路株式会社、西日本高速道路サービスホールディングス株式会社、2019年4月26日閲覧。E34 長崎自動車道、キバスマートインターチェンジが、平成30年3月18日に開通します。大村市、西日本高速道路株式会社、2018年2月1日閲覧。キバスマートインターチェンジに関するカテゴリー。 ありがとうございます。